ジオライドウォッチ2ビルドラビットドラゴンホームライドウォッチ、新しいライドウォッチの情報をお知らせいたします。カナマス、みんなこんにちは。今日は新しいライドウォッチの情報をお知らせいたします。イエーイ。今日は僕が気になった新しいライドウォッチをいくつかみんなにお知らせしたいと思います。では早速行ってみましょう。まず最初に紹介するのは、この前のジオさんの放送で少しだけ、最後にちょっとだけ出た新しいジオさんのライドウォッチです。それがこちら、ジオライドウォッチ2。なんとなんと新しいジオさんのライドウォッチなんですよ。で、このジオライドウォッチ2で何が起こるかっていうと、もう想像つきますよね。こちら見てください。普通のジオさんじゃないですよ。ジオ2さんでございます。なんか呼びにくいんだけど、ジオ2っていうのに変身するんだよね。そのためにこちらのジオライドウォッチ2を使うんですね。で、これですね、不思議なんですけれども、ライドウォッチが2つに分裂と書いてあります。両方のライドウォッチを時空ドライバーにセットして変身するということは、1個を時空ドライバーの左側、もう1個を時空ドライバーの右側に入れて変身するんだね。どんな感じになるんでしょうか。2つの世界に存在するライドウォッチが合体した姿、ジオをジオ2に変身させる力を持つ。なんだかよくわかんないけど、未来もさ、ただ一本の未来じゃなくて、白渦が出てきてからもう一個ね、未来への道出てきたので、なんだかもうわけわかんなくなりそうなんですが、今後の展開全く僕読めません。どうなるんでしょうかね。で、漢字でとりあえずジオライドウォッチ2っていうのが出るんだって。発売日は2月2日でございます。デラックスジオライドウォッチ2としておもちゃコーナーで発売されます。絶対買わなきゃ。では次、じゃじゃじゃーん、すごいよすごいよ、ビルドさんのライドウォッチが止まらない。僕まだマトローグ手に入れてないんだけれども、早くも新しいライドウォッチの情報でございます。こちら、ビルドラビットドラゴンホームライドウォッチ。まさかのラビットドラゴンホームライドウォッチですよ。これが来るなんてね、僕思ってませんでした。ビルドのセントとクローズの竜が2人の力を持つラビットドラゴンホームの力を宿す。かっこいいね。もうね、金と銀でとってもね、素晴らしいですね。とっても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 楽しみでございます。こちらのビルドラビットドラゴンホームライドウォッチは、食玩ライドウォッチ第6弾として2月18日に発売されます。お菓子売り場に行こう。あ、2月18日になってからね。バーン、エボルブラックホールホームライドウォッチ。いやー、まさかこれが来るとは思いませんでした。エボルライドウォッチが食玩ライドウォッチで発売になったので、エボル関係はもう来ないんだろうなって思ってたんですけれども、まさかのエボルブラックホールホームライドウォッチ発売することに決まりました。ブラックホールの力を使うビルド最大の敵、ブラックホールホームの力を宿す。こちらのエボルブラックホールホームライドウォッチは、先ほどのビルドラビットドラゴンホームライドウォッチと同じく、食玩ライドウォッチ第6弾として発売されます。同じく2月18日お菓子売り場です。あー、あと僕ビヨンドライバー持ってないから、まあいいかなと思ってたんだけど、一応みんなにねお伝えします。機械ミライドウォッチっていう新しいミライドウォッチが発売されます。太陽光で充電した電気の力を使って戦う戦士、仮面ライダー機械のパワーを宿す。とってもエコなライダーさんなんですね。まさに未来的な感じですね。こちらの機械ミライドウォッチは2月16日デラックス機械ミライドウォッチとしておもちゃ売り場で発売になります。そうそう、あとこちらもみんなにお知らせしようかな。もう CM とかでやってるんだけれども、ダブルファングジョーカーライドウォッチでございます。ファングメモリーとジョーカーメモリーで変身する超格闘戦士ファングジョーカーの力を宿す。これがですね、デラックス版でもなく、ガシャポンでもなく、お菓子売り場でもなく、ホ
本についてくるんですね。フート探偵5週限定版付属となっております。2月28日発売です。4860円でね、ちょっと高いんですけれども、ダブルが大好きって人は絶対手に入れなきゃね。んでついでになんですけれども、ジオライドウォッチ2が発売になります。でジオ2に変身するということは新しい武器が出るんですよね。それがこちらにあります最強ギレードっていう武器です。剣ですね。うん、持つとこんな感じみたいです。いや、かっこいいね。でこれはですね、おもちゃ売り場でデラックス最強ギレードとして2月9日に発売されます。ジオライドウォッチ2と別の日にちなんだね。一緒に発売しちゃえばいいのにってな感じで、本日は僕が気になった新しいライドウォッチの情報を紹介いたしました。まさかね、ここでビルドラビットドラゴンホームライドウォッチとエボルブラックホールホームライドウォッチが来ると思わなかったので、今後も何が出るのかっていうのは全く予想がつきませんね。ちなみに新しい騒動にビルドラビットドラゴンホームが入ってくるっていうことなので、久しぶりにビルドさんの騒動ね、楽しみだなーって今からワクワクしております。ちなみにビルドラビットドラゴンホームの騒動が入っているのは2月25日に発売されます騒動仮面ライダージオライド6フィーチャリング騒動仮面ライダービルドっていうやつです。2月25日とっても楽しみだね。まずは2月2日に発売されるジオライドウォッチ2に向けて、僕は体力をしっかり貯めてお買い物に備えたいと思います。大げさかなジオライドウォッチ2買ったら皆様にご紹介いたしますので、お楽しみに。それじゃあ最後まで見てくれてどうもありがとう。竜ソージャーのおもちゃもこれから発売になるしね、楽しみなこと盛りだくさんだね。ではまた会いましょう。バイバイ。最後まで見てくれてありがとう。チャンネル登録お願いします。チャンネル登録はこの四角いボタンを押すか、この小豚さんのマークを押してね。コドモスは他にも楽しい動画がたくさんあるのよ。みんな